ちは。急に始めました。どうもこんにちは。ハッピーバレンタイン。皆さんハッピーバレンタイン。シェイ、こんにちは。というわけでじゃらーん、チョコを買ってきました。こんにちは。イエーイ、今日はバレンタインです。というわけで普通に自分が食べたかったのでチョコを買ってきました。ホットケーキミックスチョコ、これで、スペイベで作ったガトーショコラを学んだばっかりのガトーショコラを作っていきたいと思います。イエーイなんですけど、まあチョコも作るんだけど普通にご飯も作らないとみたいな今日の夜ご飯なくねみたいな感じなので、とりあえずこんなどう見てもお菓子作りしそうな女の格好をしたんですけど、まあまず麻婆豆腐を作ります。だいたい見に来てくれている人が集まった頃にはチョコを作っているでしょう。とりあえず麻婆豆腐を作るよ。豆腐で、これはまあ一瞬でできるのでパパッと。フライパンが取れませんでした。ちょい、まずチョコたちを安全なところへ。水が一回分180の倍は360の水。とろみこは水30。ハートありがとうございます。とろみこ、なんかすごいお好み焼きみたいな匂いだ。
婆豆腐なのに。よし。じゃあ水60。とろみこ、とろみこ、とろみこ、こんにちは。いいと思います。よし、こんにちは。とりあえずね、とりあえずぴゃぴゃっと麻婆豆腐を作ります。でとりあえず一瞬でできるであろう麻婆豆腐作ろう。水、あ、液から、どっちでもいいか。はい、液体から入れます。全部入れるの至難の技だな。ひき肉ですが入れづらいね。まあまあまあ、こんなもんか。こんにちは。ハッピーバレンタイン。チョコレートを一回洗います。シェイ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 、もっと1回分180入れて、ひと煮立ちさせる。
あ、もう豆腐も入れてました。じゃあ豆腐入れます。麻婆豆腐なのに豆腐はこんだけでいいのか。まあいいか。暗いな。OK です。そしたらあととろみ粉を入れて、とろみがついたら終わりということです。あっという間。スープも作っていきます。適当適当。スープちゃんを作っていきます。それがいい感じになったらチョコを作っていきます。まだ半分、半玉残っていますので、小顔効果。このデカ白菜を使ってスープを作る。麻婆豆腐に白菜入れる、それはまあいいかな。スープだけに使うかな。よし、とりあえず。マジでかすぎて困っちまう。適当ばっかり。
当に切って放り込みます。白菜を、白菜スープにします。どんぐらい入れようね。結構消費はしたいものである。ペリ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 、おっとっとこんにちは。あとこんぐらい入れていきます。あれ結構あった。まあいいか。ハッピーバレンタイン。女困っちゃう。健康系不少女。チョコかと思いきや白菜。安心してください。チョコも作ります。よし、こんなもんか。となると、となると、じゃん、チョコチョコ、じゃん、チョコチョコ、こちらに
きます。おお、え、どっち、え、どっち、どっちも開いてないんだけど。開いてた開いてた。この中にね、切って入れて、主婦っぽい、いい女すぎてやばい。巨大白菜と戦っている絵です。こんな感じですかね。あ壊れちまった。あれ、あ、壊れてなかったしまった、よかった。こんにちは。これ閉めたのになんか反対側から開いたんですよ。だけど直せた普通に天才かよ。芯がむずいね。芯を入れたら怒られるので、こんなもんかい。芯はさようなら。よし、こんにちは。てっていいんじゃないか。無事に保存されました。あれ、やっぱり壊れてる
では腕まくり腕をまくりたいけどあんまり上がらないと腕が小さすぎて困った麻婆豆腐にとろみさんを入れていきます。ではとろみを火ね。とろみをつけて。オッケーなんじゃないか。白菜の方は火が。通るまで蓋をすると。1とかでいいか。よし。ジョキンジョキン。除菌したくなる A 型です。ではお待たせいたしました。お待たせいたしました。大変長らく、チョコを作っていきます。可愛い食材を作っていきたいと思います。これはね、お菓子作りは大事なので、あのデリッシュキッチン、デリッシュキッチンさんを参考にさせてもろうて。何ですかこれは。フォンダンショコラ作っていきたいと思います。まずホットケーキミックス、ココア、砂糖混ぜる。オッケー。まずお菓子作りは慎重にね慎重に、あの適当とか許されない感じ。あ、じゃあちゃんとやっていくよ。コーデにぴったりなお料理、それな、バレンタインコーデしてきましたわよ。ちょっと待って。
ちょっちゅ待ってね。待って、なんかはかり壊れたわ。ちょ待てよ。バリアセラス、よし使えるわ。大丈夫プリンス。というわけで、かわいいでしょペコちゃん。ミーホットケーキミックス、これは測らなくてもいいように150、150入ってるやつを買いました。のでホットケーキミックス300でいってみたいと思います。頑張るぞ。これは自分が食べたいので作ります。ついでに、まあ、ママとパパにもあげようかな的な。普通にバレたいなので作ろうかなと思って。ボールいけるか。多いじゃねえかよ。これはびっくりこいた。ボールはこれでちっちゃかったか。まあまあまあそんなこともある。いいじゃん。そしたらお母さんが60、あのめんどくさい工程のチョコとバターとかをこう溶かす工程がないやつにしました。やり方としてはあれがめんどくさいやん。待って、いい匂いすぎ。ココア久しぶりに買った。普通に飲もう、後で普通に飲もうっと。こんにちは。
はいはい。そうしてくると、まあ砂糖は控えめでちょびっとにしておきます。めっちゃ入れるよう書いてありますけど。ラカンカ？ラカンカを麻婆豆腐完成かも。いいじゃん。よし。そうしたら、これを混ぜる。粉さんを混ぜていくと、はい、まず第一工程いけました。そしたら混ぜる。牛乳、溶き卵、混ぜる。牛乳、溶き卵、混ぜる。え？これバターいらない系？あ、なんだ。バターいらない系だ。牛乳と卵を入れて混ぜます。では行ってみよう。マジ慎重にマジ慎重にいきますぜ。とりあえず牛乳を入れて、あ、やばいやばいやばい、もう粉が出てきちゃうの。粉が出てきちゃう。じゃあ集中、真剣モード入ります。混ぜますので皆さん静かにしておいてください。めっちゃいい匂い、やばすぎ。絶対にうまい。おおおおお。スペイベで作った感じな触り心地になってきたぞ。すごいすごいすごい。卵も、こんにちは。
卵ちゃん。あ、卵の殻。殻？入れが？ちょっと待ってくださいね。よっ。卵を入れるだけ。ピョン。卵が入りましたとて混ぜていきます。真剣モード。ギリギリすぎて笑った。でもいけてます。わーお。綺麗に混ざっているのでしょうか。じゃないでしょうか。しゃあ、行ってみます。あとはもう型に入れて焼いて飾り付けだけです。簡単すぎ。こちらです。丸。丸と念のためハートも準備しました。ハッピーバレンタイン。ここに入れていけたらなと思うぞい。よし、入れるやつはおたまちゃん。これね、スペイベで入れるときはなんか袋みたいな入れてもらってて、こうなんか下がクリップで止められてて、これをクリップを外すともうチョコがバーンって出てくるんで、これでこう型に入れていくっていうやつだったんですけど、そのクリップを外したらもう出るよっていうのをね聞いてなくて、全然釣り適当にピッて外したらバーンって出て大変でしたね、ほんとびっくらぽんって感じ でわざわざそんな入れないじゃん、そんな絞りみたいなやつに。これでさ、これでもう入れたらいいやん。大変でしたね。
しゅ、入れていきます。なんかさ、大丈夫そう。まあいけるか。いやー、入れていく量とかも大事になっていきます。集中。集中。一旦こんなもんか。ふん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 、良いのでは？キャーハートに入れるのむずいって。おお、量的にはバッチリだ。すごっ、いい感じ、いい感じ。ちょっと待ってくださいね、一旦整えます。一旦整えさせてもろてお見せするんですが、ふい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 、いいんじゃないですか。まだ良くないです。
ラスト。難しいな。見た目をいい感じにしてますので少々お待ちください。問題どんな問題大事な工程が終わりました。というわけで、お見せします。あれなんでこのタブレットは効かないんだ。まあいっか、もうこのままお見せします。綺麗綺麗にしたんでね今今一番時間かけて綺麗にしたので、この周りをチュッてなった周りをこう拭き取るっていう作業しました。 OK、 これをどうしたらいいんですかと聞いていきます。あとはもう焼くだけなんですね。え、待って待ってください、こちらを忘れてました。あぶねー、一番大事やないかいちゅうね。これをね、本当はあの生地半分入れてチョコ入れてで生地を入れるっていうあれでした。そういえばやっちまってやな。まあ真ん中に押し込めばいいだけの話なんで全然大丈夫ですよ。CM 来ますか。
れないと意味ないですよっていう感じなので入れちゃいます。真ん中にズボンと。全然余裕でね隠れました。生地の中に大丈夫でーす。大丈夫でーす。押し込んでいけばいいだけの。ね、話なんでね。いい感じです。こんだけ余りました。うん、チョコ作るのにチョコ1個しか買ってないっていうね。素晴らしい。ハッピーバレンタイン。うまいです。そうすると、600ワットで1分20秒。なんて簡単なんだ。でもこれ一気に行きすぎるとダメだよね。1分20秒。まさかのオーブンとかじゃなくてレンジでできます。一応2個ずつというかハートと丸1個ずつ。いってらっしゃい。1分20秒。間にこれを洗って、なんて簡単なんだ。
けど、ちょまちちちちん。え、これはどうなんだ。え、まだじゃないか。うちょ、待って、やばい、怒られる。ピーここについたんだけど。え、ちょっと待ってくださいね。これは焼いた気配ゼロ。デリッシュキッチンさん、全然焼けてないやん。そりゃそうだよね。キッチンさん、嘘じゃないっすか。さすがにまだ固まってないですよ。あ、待って、物によるかも。え、ちょっと待って、焼きが全然足りないんだが。ちょっと待って、多分これのあれなんだよね、カップのデカさじゃないか。こんぐらいの可愛らしいちっちゃいカップだから1分半とかできたんかな。ちょっと丸いやつがでかいから足りない系かも。おう、スープができております。その間にスープちゃんも完成させる。のいい女、白菜と卵で完成させます。説明すると生地が溢れ出てます。え、そんなに膨らむ？こんだけだよ、だって半分ぐらいしか入れてないのに。生地がぷやんって溢れ出ちゃってる。よし。よし。どういう事態ですかこれは。てかどうやってさ取ればいいんですか。焼けてるけど、ちょっと今見せれないよっていう感じ。焼けてますけど。
焼けてますよ。けど、これはちょっとずつ液体を取らないといけないのか。これもう一個あるから。慎重にこっちにちょっとずつ液体を取っていきます。チューナイトパンパンに溢れ出す事態が発生してます。まあ一旦これとか絶対危ないな。ちょっと入れすぎた。こっちのハート。こんなもんでもう一個追加になりましたと。ちょっと慎重にいってみます。あわ。じゃあレンジさんを整えて一旦ね。マジでこれは事態です。一個ずついきます。怖すぎ。詳しくね、やり方教えてもらってないからね。その用意されてたやつを言われた通りにやっただけなんで。そう、これ言っとくとなんかホットケーキミックスが何グラムでとか、何グラムあったのかとか分からんんだよね。だけど、まあ全く同じようにはできません。とりあえず卵ちゃんに片栗ちゃん入れて、
面白すぎです。こっちの料理の方はもう大歓声大歓声しております。あとコンソメとスープにコンソメを入れてウインナーを入れて終わりです。忙しすぎ、こんな忙しい女いない夜ご飯も作ってチョコも作って忙しすぎ。ウインナーを入れていく。入れていく。こんばんは。ウインナーさん、ウインナーさん。チャビのご飯も作らないと6時過ぎちゃって、どうだ、レンジ開けるのが怖すぎ事件。多忙女。あと焼けてないのが3個あります。ガトーショコラじゃん、なんだっけ、フォンダンショコラ。それに最後はイチゴ。イチゴもあるからね。スープの味見。ちょっと待った目分量女がちょっと失敗してる。足りない。まあそういう時もあるよね。いけました。夜ご飯は完成です。おめでとうございます。なんだけど、あお、これさ全然映えないやつができたかも。まさか、焼いていくよ。ちょっと映えないやつはできたかもしれない。
バーエールとか。じゃーん。パンかな。ちょっとなんか間違え。てかさ、待って。このさ周りのやつ綺麗にできないじゃん全然。びっくりなんだけど。ちょっと待ってよ。わからない。でもとりあえず見た目にこだわる女なので、このここら辺溢れてるとことかがちょっと許せないんですよ。このA 型のウォンニャなので。一生懸命周りきれいにした、きれいにしてさ入れたのに全然意味ないやんね。中で爆発でもしたんかってぐらい周りについてますけど大丈夫っす。絶対これ爆発でもしたよね。一番初めになんかできたやつです。え、これ逆にさ、逆に芸術どうですか、逆に芸術みたいなとこある、これ自然にできた芸術みたいな、逆に可愛いみたいな、こんな溢れ出ることある、逆に可愛い。さてどうなる。一旦救いがいのあるやつだけ。ほら逆に芸術みたいなとこあるか。え、かわいいみたいな。でもパンじゃんこれ。え、なんかパンパンなんだけど、なんか蒸しパンできた。いただきます。まあまずくはならんよね、まずくはならんけど、え、パンじゃね、なんで。チョコの蒸しパンできたんだけど
まあ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 、それはそれで。お菓子作りはマジむずい、修行が必要です。こちら、あ、いいいいいい、今までで一番いいパートができた。よし、ではいい感じに見える選ばれし3名を盛り付けたいと思います。盛り付けちゃんに入ります。映えの先生、いちごちゃんを買ってきました。間違いないっしょ、いちごを買った。これはちょっと待てよ、くぼみを作っ、うわってやらないと落っこちちゃうな。マジでどうなんだこれは美味しいのか。そして私がスペイベの時に使い忘れたシュガー、シュガーパウダー、大先生も買ってきましたよ。なんですけど、こういうのでいいんかな、振るやつ。ちょっと違うよ。まあ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 、やってみる。Ha ha ha!
当意味ある。まあないことはないか。雪を降らせて完成。完成いたしました。さてと、これを動かすのは大変危険なので、こっちで視線を取って、お見せします。私のバレンタイン完成したのがこちらになります。じゃじゃらん。まあまあまあ、見た目は良いのでは。味がどうかはまだ分かりませんが、じゃらーん。いちごを乗っけて粉雪をかけて、どうですか。完成。なりました。とこっちのね、丸い方もあるんですけど、これもちょっと映えさせなくて。というわけで以上以上、夜ご飯の麻婆豆腐と白菜スープ、そしてバレンタインデーのフォンダンショコラチョコムシパンでした。楽しんでください。ハッピーバレンタインでした。それではまた明日、ランキング読みます。10位マスカさん、12位ミッチー、11位ファニーさん、10位ソーちゃん、9位キモツンツン、8位あずきちゃん、7位ヒロタンタン、6位バンジャルさん、5位福王さん、4位ヒゲのマサさん、3位タックン、2位カラコンウィンク、1位はドゥルルルン、ミスミさんでした。ありがとうございました。まあ写真も撮って映えたら載せようかなと思います。それではまたね。ありがとうございました。